ちゃ。はい、もうやばい青いおじさんがいるでしょ。青いおじさんですよ。みなさん。今日ご紹介するのはもうこれですよ。サモア代表の、ジムショーツとなっております。で、今私が履いてるのはサイズ S ですよね。はい、いつも通り海外サイズなんで S で、私は腰回りはちょうどいいんですが、がだよ、が。ちょっと、なんていうの、この幅がサモア仕様なんですよ、はい。はい。大きい感じに見えるかなって。はい。もうラグビーやってる方は待ってましたっていう大好物ですよ、うん。これ、ね、最大のポイントでしょ、ポッケついてるでしょ、これ。素晴らしい。ジムショーツですから。はい。ラグビーショーツじゃないですからね。ズボンだから、4箇所なんか入れられそうなイメージあるじゃん。うん、ロゴ。全部に入ってるんですよ。いいですね。まず、アラミスラグビーですね、はい。このブランドですよ、はい。で、こちらですね、マヌサーモーファですよね。はい、で、裏っかいて、こっちがもう、あれですよ、アルカルですね、はい。で、こちらはまずこの我らがアサヒビールですけども、4箇所に全部入ってる。さすがにこの、このところは生地違いますけど、うん、消化プリントに全部入ってるんですよ。はい、ロゴが。ポリエステルって聞いてます。はい、これは、ハーフパンツとラグパンの間ぐらいかな。確かに。この生地自体は伸びない。全然。伸びない。伸びないようなポリエステルでできてます。で、お前も言ってますけど、アラミスラグビーさんと、うちと、サマー協会、そちらと契約して、で、共同開発して、まあ、何を、共同開発ってどこに何のロゴを入れるみたいな話したんだけど、とにかく俺たちは、もういろんな、いられるものは全部入れてくれと。4箇所、全部パターンになりました。うん、まず、なんていうの、サマー協会と、やってるのはもう間違いないことなので、うん、まあ偽物とかそういうことでは全くないんですけれども、そういう一般のほらナイキとかさ、ルコックとかいろいろついてるじゃん、はいはいはい、バーコードって、はい。バーコードもないから。確かにない。ないのない。いろんなタグがなかったりとか。で、あと一つではその助けているという側面もあるので、うん、ご協力いただけると幸いです。まあ見たけど、じゃあとは言ってもサモア協会もこれ日本にやってもしょうがないから、どっか違うサモアで売りますとかになると、うん、全部じゃあやっぱよこしてとかになると、急に在庫なくなっちゃってするんで、うん、そうするともううちで一気に販売なくなっちゃってするんで、今のちょっといっぱいあるんで、よろしければですね、早めに抑えた方がいいかもしれません。合う人合わない人あるので、竹感とかそう、大きかったりするんで、はい、試着とかしてみた方がいいかもしれない。うんうんね、今回ご紹介したのは、サモア代表のジムショーツのご紹介でした。よろしければ下のことも見てみてください。では